都内の弁護士会館では弁護団らによる会議が開かれています。県内にいる袴田巌さんの姉秀子さんや一部の弁護士はオンラインで参加しています。2時間半にわたり行われた今日の会議では、弁護士や支援者らおよそ20人が参加しました。静岡地裁に早期の公判開始と公判を短期で終えることを求める申し入れ書の内容について話し合いました。大会公判いつ開くかという中身の議論に進みたいと思ってます。次回はね、すでに特別抗告断念しているわけだから、あの考え方から言ってもね、新しい立証はないはずだし、警察官の新しい立証は許さないと、そういう基本方針を確認するっていうかな、あの裁判所にも理解してもらうと。参加されましたでしょうか。弁護団によりますと、申し入れ書は 2,3 日のうちに提出するということです。先月行われた三者協議では、検察が立証方針を決定するまで3ヶ月必要という考えを示していて、弁護団らは29日に開かれる2回目の三者協議で申し入れ書の内容を改めて表明する方針です。